トーマス・モルゲン・シュテルンは、オーストリア、シュピッタール・アンデア・ドラグン出身のスキージャンプ選手。2006年トリノオリンピック個人、ラージヒル団体金メダリスト。おじのアロイス・スモルゲン・シュテルンは、アルペンスキー選手で、1976年、インスブルックオリンピックの開店で7位となっている。愛称は、モルギー。ワールドカップで2度の総合優勝。世界選手権での7つの金メダル。 オリンピックでの3つの金メダルを獲得している。2002から2003シーズンのジャンプ週間にワールドカップデビューを果たし9位、25位、9位、6位となった。そしてジャンプ週間が終了したわずか5日後、1月11日にチェコのリベレツで行われた大会で初優勝を果たした。このシーズンのジュニア世界選手権では個人、団体の2冠に輝いている。 翌2003から2004シーズンも初戦をーベルストドルフでシグールペテル戦に次いで2位になるなどジャンプ週間総合成績4位となった2005年に行われたノルディックスキー世界選手権にオーストリア代表として出場団体で金メダルを2つ獲得2007年ノルディックスキー世界選手権札幌大会でも団体で金メダル個人ノーマルヒルで 銅メダルを獲得した。2006年トリノオリンピックでは、個人ラージヒルと団体で、金メダルを2つ獲得するも、2006から2007シーズンまではわずか、ワールドカップ2勝にとどまっていた。しかし2007から2008シーズンは、開幕から6連勝を達成。2月初めの札幌での2連戦も連勝するなど、圧倒的な強さで2月17日のビリンゲンでの大会で、 自身初、オーストリアチームとしても、アンドレアス・ゴルトベルガー以来12年ぶりの総合優勝を果たした。2008から2009年は前年ほどの勢いはなく、2009年、ノルディックスキー世界選手権では、団体で金メダルを獲得したものの個人戦は、ノーマルヒル8位、ラージヒル10位に終わった。ワールドカップでも2位に2度なったのみで総合7位だった。 2009から2010シーズンは1月6日のインスブルックと1月16日の札幌で勝利、バンクーバーオリンピック団体戦で金メダルを獲得し、ワールドカップ総合は3位となった。2010から2011シーズンは開幕から好調で4連勝、スキージャンプ週間総合優勝など7勝を挙げて、自身2度目の総合優勝。二千十一年ノルディックスキー世界選手権では、 団体に種目とノーマルヒル個人で金メダル、ラージヒル個人でも金メダルかと思われたが2本目の着地で左足が流れて減点、同僚、シュリーレンツワーに0.3ポイント及ばず銀メダルとなった。2011から12シーズンは一勝のみで総合は7位だった。2013から2014シーズンではソチオリンピックの直前の1月の大会で大怪我をしたが、 強行出場したソチオ,オリンピックでは団体で銀メダルを獲得。2014から15シーズン、その怪我が思わしくなく9月に引退を発表。ありがとうございます。